ふぐ、ふぐ、ふぐ、ふぐは、フグ目、特にフグ科に属する魚の総称。本項目では主に、フグの文化的側面について解説する。分類学的側面については、フグ科を参照のこと。フグ科に属さないふぐ、箱ふぐ、ハリセンボンなどは、各項目を参照。およそ120種の魚が、フグ科に分類される。 そのうち食用とする種として、トラフグ、マフグなどが有名。食用可能な部位は、フグの種類や漁獲場所によって異なるため、素人によるフグの取り扱いや調理は危険である。実際、日本における食中毒の原因のほとんどがキノコとフグであり、フグによる事故の多くは素人調理とされる。敵を威嚇するために体を膨らませる姿がよく知られる。 この姿から英語では、膨らむ魚という意味を持つ語で呼ばれる。胃の覆面の膨張能に、空気や水を吸い込んで、体の体積を2倍以上にする子ができる。腹部に、棘状の短い突起がある種もいる。歯、顎歯がよく発達しており、これが融合した、強靭な4つの歯を持つ。フグ科の学名もこの4枚の歯に由来する。歯が細い針金程度なら、 切断するほどであり、注意が必要。養殖のものでは、フグ同士が噛み合って、怪我をし、それが原因で病気になることもあり、歯切りが行われることもある。主に海水魚だが、寄水や淡水に生息する種もいる。その愛嬌のある姿から、キャラクター化されることも、ままある。また、一般的に甲骨魚はまぶたを持たないが、フグは、油まぶたという膜で目を覆っている。 と言っても、瞬間的に開閉するものではなく、十数秒かけてゆっくりと閉じたり開いたりする。多くの種において、内臓や皮膚、血液、筋肉の全部、または一部に、毒性のあるテトロドトキシンを持つ。草フグなどのフグ毒の成分は主にテトロドトキシンで、あるが、微量のサキシトキシンも含まれる。また、ハコフグはテトロドトキシンを蓄積せず、 パフトキシンを蓄積する。フグの毒化の原因については、フグ自身が、フグ毒を産生していると見るうち隕接と、餌など外部から取り込まれると見る、外隕接があるが、フグ毒は海洋細菌によって産生され、食物連鎖によって、フグの体内に蓄積されると見る、外隕接が有力となっている。もともと有毒渦モウモなどの有毒プランクトンや、 ビブリオ属やシュードモナス属などの一部の新生細菌が生産したのが餌となる貝類やヒトデなどの素子生生物を通して生物濃縮され体内に蓄積されたものと考えられている。天然のフグの場合種によって毒化する部位が異なり同じ種でも季節により毒の量が変わる。養殖のフグにおいてもその養殖方法によっては毒性を持つことがある。 湾を仕切っての養殖法において、有毒のフグが出現した、報告例がある。近年、東北地方や茨城県の太平洋側では、元からいる詳細フグと、日本海から流入したとみられる、ごまフグの交雑種が増えいる。こうした雑種は有毒部についての漁師や、水産業者の経験則が通用しない可能性があるとして、調査した水産大学校が注意を呼びかけている。 フグはテトロドトキシンに対し高い耐性を持っているため、フグ自体が中毒することはない。ただし自然に蓄積する濃度のテトロドトキシンに耐えられるという意味であって、人為的に高濃度のテトロドトキシンを与えたならばフグも中毒を起こす。フグは分泌するテトロドトキシンを濃度的にコントロールしていることが明らかになっている。養殖時に テトロドトキシンの含有がない餌を与えると、噛み合いなど異常行動を引き起こすことが明らかになっている。また異常行動時にテトロドトキシンを含有する餌を与えると収束することから、正常な活動のためには一定のテトロドトキシンが必要であるという見方もある。フグ毒については解明されていない部分が多いのが実情である。漢字で、フグと表記するが、 川と書くのは中国で食用とされるメフグが河川など淡水域に生息する種であるためで、また、このメフグが豚のような鳴き声を発することから豚の文字が出られているとされる。中国語ではフグ、フグ魚、川という表記を使っている。三海魚などの古典では鮭の字を当てている場合がある。以下のような別称。 地方名がある。天然のフグを漁獲する方法は低地毛、生え縄、一本釣りなど足したようである。天然物の,のトラフグは尻びれが白くしっかりとした尾ひれを持っている。尾ひれは黒色。トラフグの代用食材となるカラスフグの場合には尻びれも黒いため区別できる。日本における食用フグの産地としては山口県下関市が有名である。 ただ実際のところ下関は、フグの産地というよりは、中石地である。下関近海でもフグは取れるが、それ以上の数のフグが、天然物、養殖物ともに、日本全国や、中国や韓国などの海外からも下関に集められる。下関が、フグの本場と言われるゆえんとして、明治期に、全国で最初に、フグ食が解禁になった地が下関であり、 フグ料理公居第一号店は下関市の春判郎。その後、山口県のみ、フグ食解禁の時期がしばらく続いた。それ以降、下関には多くのフグ料理店ができ、現在のフグ料理の多くが下関で考え出されたことなどが背景にある。これらに加え、フグは猛毒があるため、水揚げ後の加工が重要であるが、この加工業者、 加工場が前日の歴史的背景などから下関に集積している点が大きい。最近では水揚げ漁港の側で加工場などの整備を行い、地場の名産品とすべく独自ブランドを立ち上げるなどの努力も行われている。大阪府大阪市は消費で有名であり、愛知県日間が島などもフグを観光として取り上げている。しかし、加工業者、加工場の質や数の問題もあり、 漁獲されたフグの多くが下の席に集中するという傾向ある。高級魚であるため養殖が行われている。養殖もののトラフグは天然物に比べて尾ひれが短く全体的に黄色を帯びた色である。愛媛県愛南町では陸上養殖が行われている。だが養殖の生産量が急増したのは当時の水産庁によるトラフグ養殖推進の方針や 熊本県などのように養殖フグ生産地の各自治体による養殖マニュアルが作成された1991年以降である。当時ハマチ、タイトを養殖していた業者がトラフグ養殖に転換し生産量が増加した。2005年には佐賀県と嬉野町、原嬉野市が厚生労働省にフグ肝を食用として提供できるよう特区を 提案したが、現時点では100%の安全性が保証ができないと判断され却下されている。魚体に寄生虫代表的なものとしてエラムシが付着しやすいため、その対策が養殖業者の課題となっている。ホルマリンによる薬浴が手間のかからない方法であると言われるが、発岩物質でもあるホルマリンが、フグの実へ残留することや、 処理後の排水を海へ廃棄することによる環境への影響、周辺の魚介類の汚染などが問題視されている。2002年、東京水産大学は厚生労働省に対して、愛媛県と長崎県の養殖業者が、寄生虫対策として、ホルマリンを使用していることを指摘、これを受け両県が調査を実施した結果、2003年になって、 半数以上の業者が使用していたことが判明した。同問題発覚後に、熊本県等の他の自治体でも調査を実施したところ、ホルマリンを使用している業者が多数見受けられた。この影響で、長崎県では、しばらくホルマリンを使っていないフグまで出荷できなくなるなどの影響が出た。また、ほぼ同時期に発生した真珠街、アコヤ街の大量兵士では、アコヤ街の死骸から、 ホルムアルデヒド、ホルマリンが検出された。近隣海域で、フグ養殖業者以外にホルマリンを使うものが存在しないことから関連性を指摘される。その結果、フグ養殖業者と真珠養殖業者とが反目したほか、消費者団体によりホルマリン残留問題が提起されるなど社会問題にもなった。その後、 水産庁によるホルマリンの使用を禁止する通達が出され、各自治体によるホルマリンを使わない養殖マニュアルが作成され、養殖でのホルマリン使用量は減少したが、依然として一部の業者によるホルマリンの使用は続いており、イたちごっこの様相を呈している。2009年、ほぼすべての養殖業者でのホルマリン未使用が漁協にて確認されている。 日本での県別漁獲量2008年は以下の通り、なお全国の水揚げの約6割が大阪で消費されている。2002年初めてフグの輸入量が国内生産量を上回った。2002年の輸入先の99%は中国であり、残り1%は韓国である。近年は養殖技術の向上により、 これらの国の養殖フグも大量に輸入されている。なお、中国産食品の安全性問題は、フグ関連でも発生している。アメリカにおける中国産のアンコウの切り身でのフグフグ毒の混入、及び日本と米国ハイ州における中国産カワハギの切り身のフグフグ毒の混入が代表例として挙げられる。日本近海においてもフグは数百種類生息しているが、 種類によって毒を保有している部位が異なり、食用になる部位が全くないものもいる。厚生省、現、厚生労働省の処理等により人の健康を損なう恐れがないと認められるフグの種類及び部位によって、食用可能なフグとされているのは21種で、褐色部位も筋肉、皮、は清掃のいずれかである。食用可能な種類という毒種で見た目が似ているものがあり、 キノコ類と同様、素人目には判断できない場合が多い。さらに同じ種類の場合にも毒性に個体差があるほか、生息海域や季節によって毒性に違いが見られる場合がある。日本金海産の黒サバフグは無毒であるが、南シナ海産の黒サバフグは皮膚が弱毒で卵巣と肝臓が猛毒であることが判明している。一般消費者に対する未処理フグの販売は、 禁止されている食品衛生法第6条第2号三章フグ取扱資格は国内統一資格ではなく都道府県ごとに定められていて資格名称や資格取得方法に違いがあり届け出後講習会を受講するだけで資格が与えられる地域もあれば試験により資格を取得する地域もある。東京都などはフグ調理師試験の受験資格に 一般の調理師免許を取得していることが条件の一つとなっている。さらに、磨きフグのみ取り扱う場合でも、フグ取り扱い施設許可等を必要としたり、フグ加工品の販売を行う場合に届け出を必要とする地域がある。東京都をはじめとする規制の厳しい自治体では、飲食店などでフグを料理用に裁くためには、フグの有毒部分の除去処理を行うことのできる。 フグ取扱施設の許可、届出の場合もあると、フグ取扱使者がいる、無資格者がフグを裁くことは認められていないことが必要である。盗難による悪用防止のため、施錠できる容器に保管して、適切に廃棄しなければならない。東京都の条例では、除去したフグの内臓をまず、1、ステンレス製の鍵付き容器に保管し、2、それを築地の 除毒状で焼却し、三、それを火星ソーダで中和し、四、それを地下に埋めることが義務付けられている。エジプトでもフグは免許を有する者によって調理される。フグをかたどったヒエログリフは不満を意味する。食用にする種としてトラフグ、マフグなどが有名。特にトラフグが高級魚として知られる。フグ料理は一般的に高級料理として、 春の冬場に食べられ、食用フグの7割が、京阪新地域で消費されており、特に大阪での消費量は、全消費量の6割に達する。もっとも、近年は、養殖により、季節を問わず食べることが可能である。フグの肝臓、腹渡は、多くの食通をうならせる微味であり、日本には、フグは食いたし、命はおししという言葉があるように、中毒を覚悟してまで食べようとする者も,もいる。 しかし、フグについての素人判断、素人料理は危険である。フグ毒は、通常の調理による加熱では分解できない。肉だけなら、どのフグも毒がないと思われがちだが一部肉にも毒があり、食用にできない種が存在するため危険である。日本のフグの卵巣のぬか漬けのように特殊な加工法を用いることによって、除毒した塩造品もある。しかし、 どのような仕組みで分解されるのかは分かっていない。フグ卵巣ぬか漬けでは、食用可能な状態にまで原毒している理由として、古くから塩漬け、ぬか漬け中に、卵巣から毒が桶に拡散するためと説明されている。実際、微生物によるフグ毒の毒力現象が認められていない。また、テトロドトキシンは、摂氏300度以上に加熱しても分解されないので、 限られた地域の許可を受けた業者のみが加工できる。この関係で、日本では食品衛生法で、フグの卵巣など毒を持っている部位は個別の毒性検査によりその毒力が、おおむね 10mU、G 以下であることを確認したもの以外は販売、調理、食用が禁じている。他、フグの肝臓をお客に提供していた、海塩製フグ料理店、大阪トラフグの会が、 大阪府警察から食品衛生法違反容疑で摘発された上、地元自治体から営業禁止の行政処分を受けた。その後、同店の経営者は同容疑で同府警に逮捕された。2300年前に記された中国の三海業にはフグを食べると死ぬとの記載がある。一方、2000年前の日本の里浜海塚からは、 フグの骨が発見されており、縄文時代から食用にされていたと考えられている。豊臣政権下の時代に行われた朝鮮出兵の、際、兵士にフグによる中毒が続出したため、豊臣秀吉は、フグ食禁止令を命じた。徳川氏に政権が変わった後にも、武家では、主家に捧げなければならない命を、己の食い意地で落とした輩として、当主が、フグ毒で死んだ場合には、 名断絶等の厳しいい対応がなされたという。明治政府も1882年、明治15年にフグを食べたものを講じ、過料に処する法令を出した。しかし、その後、下関でフグを食した伊藤博文が、そのうまさに感心し、諸説あり、山口県のみでのフグ食を解禁した。その後、フグ食の文化は、山口県を中心に、全国でも復活し、 今日に至っている。フグの食用、調理にあたっての条例は1948年、昭和23年に大阪府が制定した、フグ販売営業取締条例、昭和23年大阪府条例第55号が最初である。かつては、フグ毒にあたると、頭だけ出して地面に埋めれば治るなどの俗信があったが完全な迷信であり全く効果はない。 かまどで煮たけをしていた時代では、すすが鍋に落ちると当たるとも言われていた。人間以外では、猫はフグを食べても中毒しないとも言われるが俗心で、中毒死がしばしばある。フグ毒の毒量は、マウスユニット、MU、2 0ムのネズミを30分で死亡させる、量が1マウスユニットで表される。人間の場合5000から1万マウスユニットで、致死量に至るが、フグ毒による事故では、 致死率が5.7%と言われており、他の食中毒よりも圧倒的に致死率が高い。フグの毒に対しては、特異療法、下毒剤や血清が未だに開発されておらず、神経毒であるテトロドトキシンが尿と共に排出しきって呼吸困難が収まるまで人工呼吸器をつなげることが唯一の治療となる。 強心剤、利尿剤の投与が主な対象療法。なお、トリカブト保険金殺人事件では、貴女がテトロドトキシンと喫抗するアコニチン、トリカブト毒の効果を遅らせるために、フグ毒を使用していい。素人調理による食中毒は後を絶たない。1996年から2005年の10年間に、日本各地でフグによる、 食中毒は315件発生しており、31名が死亡している。その多くが資格を持たない、一般人がフグを調理した結果起きている。現代では養殖方法の進歩により、毒を持たないフグを育てることが可能になっている。長崎大学と小川水産は共同研究により無毒のフグを育てる養殖方法を確立し、2004年に特許を取得し、 それを販売している。ただし、毒を持つ天然物の,のフグの需要は高い。接触直後から2時間程度で症状が現れる。麻痺は6時間ほどかけて悪化する。毒の排出は約8時間で終わるが、症状が回復に転じるのは12時間以降である。症状としては口や唇にしびれが生じ、それが周りへ広がる。最終的には呼吸筋が麻痺し、 呼吸困難から呼吸麻痺が起こり死に至る。毒を含んだフグを食べてから症状が出るまでの時間は、早ければ数分で、麻痺は急速に進行する。吸収が早いために、症状が出現した時点では、胃洗浄は効果がないとされる。また人からの排泄も早いために強制利尿や血液浄化、透析の必要性もない。重要なことは、呼吸麻痺に陥った場合に、 人工呼吸器管理を行うことである。時代劇における暗殺描写で食べたものが凸結するシーンがあるが、これはよりおどろおどろしく見せるための演出であり、そのような症例はない。福田の分類、分厚く伸縮性に富むフグの皮を利用しフグ上鎮やフグ笛などに加工される。他に台湾の闇族には塔のフレームにフグの皮を貼った甲冑というものが存在していた。 寄水、淡水性のフグの一部の種は、干賞魚として人気がある、淡水フグ参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。